ドアの鍵が壊されてる。あら坊や、探偵さんところの子？うん、おばさんがすみこさん？ええ、そうですよ。よろしくお願いしますね。ねえねえ、やっぱり火薬が盗まれてたの？ええ、コウスケさんに言われて見に来てみたら、これですもの。鍵まで壊して、まったく一体誰がこんな乱暴なことをしたのかしら。ケビンさんは館の中にはいないのかもしれないな。もう一度橋のところに行ってみるか。倉庫の鍵は倉橋さんが管理してますよ。私も使うことはよくありますけど、高弘さんや康介さんにはお貸ししないわけにはいきませんけどね。よその人にはちょっと。この床にはまだ火薬がこぼれていて危ないから、靴を払ってお屋敷にお戻りなさいね。ここの空きスペース、どうやらここに火薬があったみたいだ。ここの空きスペース、どうやらここに火薬があったみたいだ。
次元装置に使われるコードだ。犯人は次元装置を利用して橋を爆破したんだ。ということは、爆発が起きた時、犯人が俺たちと同じ部屋にいることも可能だったってことだな。今のはまさか。少し整理してみるか。犯人は次元装置を利用して橋を爆破したんだ。ということは、爆発が起きた時、犯人が俺たちと同じ部屋にいることも可能だったってことだな。ドアが壊されたってことは、犯人は倉庫の鍵を自由に持ち出すことのできない人物。鍵を持ち出せたんなら、ドアを壊さないでいた方が火薬の盗難もバレにくい上に、外部犯が持ってきた火薬だったと思わせることもできる。それなのにドアを壊したってことは、火薬の場所は知っていても鍵の入手が難しかったってことだ。高博さんと康介さん、それに倉橋さん、澄子さんについては容疑者から外して考えてみるか。一番怪しいのは、付近でタバコを吸っていた形跡のあるケビンさんだ。あの人が次元装置を使って俺たちと同じ部屋にいながら橋を爆破したけど、状況証拠に過ぎねえし、何より動機がわからないな。よし、調べてみるか。以上のやつ、どういうつもりだ。わざわざあのガキを呼んで俺たちに復讐させようってのか。自分は死んだからいいかもしれないが、こっちの身にもなれというんだ。覚えていなければいいが。いや、ありえん。あいつは知ってるんだ。現にヤンのやつはもう殺されちまった。次は俺の番だ。そうに違いない。俺は絶対に自分の宝にありつくまでは帰らんぞ。いざとなったらケビンに命じて、いや、いっそこの手で。なんだ、お前か。どうした、何か用でも。
寝不足は美容の大敵だぜ。明け方近くに一雨来たでしょ。それで目が覚めちゃって。意外と気が小さいんだな。俺なんか朝までぐっすりだったぜ。ただ鈍感なだけでしょ。クライドさん遅いな。昨日はいろいろあったから、じいさんお疲れなんだろうぜ。寝かしといてやれば。でも僕たちは今とても危険な状態なんでしょ。大勢でいた方が。それはそれでもっと危険かもしれないと思うがね。どういうこと？決まってんじゃねえか。この中に殺人犯がいるんだよ。で、そいつは次に俺たちの誰かを狙ってやがるわけさ。ちょっとやめてください。孤島に閉じ込めたところを見ると犯人の狙いは皆殺しかもしんねえな。順番に一人ずつやる。そうやって最後に残ったやつが犯人。いい加減にしろ。なことはこの俺が許さん。あのクライド様のお部屋に行ってきたのですが、いらっしゃいませんでした。ノックをしてもお返事がなかったので失礼して中まで入ったのですが、どなたもいらっしゃいません。どこにもいないのか。はい、念のため館の中も探しては見たのですが。まさか。ねえねえ、部屋の様子は変じゃなかった？さあ、特に変わったところはございませんでしたが。最後にクライドさんを見たのは誰です？おそらく私だと思います。昨夜11時ごろにお部屋にブランデーをお持ちしました。誰かその後にクライドさんの姿を見た人は？あの、お父さん？なんだ？ううん、なんでもないの。とにかく、みんなで手分けして探した方が良さそうですな。いや、待てよ。下手な個人行動は危険も伴うか。そうね。一人でのこのこ出歩くなんて犯人からすればいい標的だわ。じゃあランとコナン、それからメイリンさんとスミコさんは私のそばに。ちょっと待てよ。あんただって犯人の可能性があるんだぜ。ここは一つくじ引きと行こうぜ。それなら文句なしだろ。私は構わないわ。まあいいでしょう。よし、決まりだな。もっとも俺は姉さんだけには一緒のチームに入ってほしくないわね。あら、失礼しちゃ。昨夜ダーツで負けたことまだ根に持ってるのね。それ混ぜてもらうで。カズハちゃん、ランちゃん久しぶり。カズハちゃんたちもここに？今までどこにいたの？うん、それがな。いや、昨日の夜から来とったんやけどな。館について声かけても誰も出てけへんし、姿も見えへん。で、仕方なく空いてるベッドを見つけて今まで熟睡してたっちゅうわけや。いやあ、よう寝た。ぐっすりやわ。服部平次君だね。せや。そうか、君が。いや、よく来てくれた。いやいや、とにかく大変な事態でね。まずはクライドさん探しだぜ。あ、そのことなんやけど、ただ闇雲に探すっちゅうのも芸がないで。それならエリアを区切ってチームごとに担当を割り振る形にすればいいんじゃない？なるほど、それがいいでしょうな。
島の簡単な地図がございますので、こちらをご覧ください。はあ。うまいこと3人1組に分かれたもんだ。 A チームが高弘さん、倉橋さん、住子さん、 B チームはメイリンさん、康介さん、和子、 C チームはケビンさん、和彦さんにラン。でもって残った D チームが俺たちってわけだ。なんでこうなるんだよ。しゃあないやんけ、人生最後はくじ運や。ところで、さっきの説明だけどな、あれは随分と無理があったんじゃねえか。ん？何のこっちゃ。おめえが島に着いたのは夜じゃなくて本当はもっと前だろ。その目はどう見たって熟睡したやつの目じゃねえぜ。いや、それはやな。どうせ存在が知られてねえうちにいろいろ嗅ぎ回ってたの。やりにくいやっちゃな。やっぱりな。じゃあ、昨日橋の上で俺を助けたのもおめえか。ああ、あれか。あれはほんまシャレにならん爆発やったな。見たのか犯人の姿。いや、誰も。橋のあたりは夕方からうろうろしとったんやけどな。そっか。ああ、そうや、トンネルの中でくすぶっとったタバコを消したったくらいやな。ふん、そういうことかよ。もうタバコに気づいてやがんのか。さすが服部だぜ。で、工藤、お前の方こそどこまで掴んでるんや。さあな、この島は今の俺には広すぎるぜ。ほら、白状せ。お前の本命は誰なんや。本命？たく、ギャンブルじゃねえんだぞ。ま、お前も怪しい思てるんはケビンよ。それとあの風水師の姉ちゃんもなんか裏がありそうやな。とにかく、くせ者ぞろいなのは間違いないわ。くせ者ぞろいか。確かに、今のところ確実に白だって言える人はいねえな。ええ角度。今度こそ因縁の戦いに決着つけたるさかいな。ほんめえな。おい、とっとと来ねえと置いてっちまうぞ。さすがは水の館だ。豪快な眺めだな。ほんま、ごっつい仕掛けやな。あれなら島のどこにいても時間がわかるね。いやな、塔が見えへん位置におっても鐘の音は聞こえるやろ。出てくる前に執事さんに聞いた話やと、1時間に一遍あんな風になるらしいね。で、あの塔を抜けると島の西側に出られるというわけだな。ほな、急ごか。へい、誰のせいで遅れたと思ってやるんだ。俺たちの担当はここの北から西側にかけてのエリアだな。ほな、手分けして探そうか。まあいいだろう。ただし、勝手にどっか行くなよ。特にコナン、お前は俺の目の届く範囲から出るんじゃねえぞ。